ヘイ、バディはかつて白夜書房が刊行していた男性向け総合月刊誌である。初期のキャッチコピーは、熱く行こうぜ。相棒。日本初のロリータ専門誌として知られ、1984年創刊のロリコンハウスなどと共に1980年代の第一次ロリコンブームを支えた。1980年7月号を総刊号として刊行を開始した。 当初は外国人のヌードモデルや釣り、競馬情報などを内容とする一般的な男性向け総合種をコンセプトとし、ロリータ関連の記事は1コーナーの扱いだった。その後、当時、過激な内容から話題を集めていたミニコミし、突然変異のロリコン記事、6年4組学級新聞に興味を抱いた。 白夜書房の編集部が1981年12月号から突然変異の青山正明を起用し、1982年5月号から明確なロリコン路線に移行する。その後もロリコンブームの加熱を煽り、最盛期には8万部を売り上げた。同時期に白夜書房から発行されていた松井明と荒木信義による写真雑誌、写真時代、スーパー変態マガジン、 ビリー、ロリコン漫画誌の草分け、漫画、ブリッコと並んで1980年代のサブカルチャーに与えた影響は大きい。しかし1985年8月10日発売の、ヘイ、バディ9月増刊号、ロリコンランド8が警視庁、保安一家より摘発され発禁回収処分となる。それまで、国内の雑誌で少女の割れ目をわ説とする前例は、なく、この発事件は、 言い換えれば、少女の割れ目は歪説物に当たるという当局のお墨付きが出たということでもあった。これ以降、無修正割れ目写真の掲載が事実上タブーとなったことから、割れ目が見えないロリコン雑誌はもはやロリコン雑誌ではない、という多角は編集長の判断によって1985年11月号を最後に本誌は自主配管した。週刊号のキャッチコピーは、 ロリコンの時代は終わった次はティーンエイジだ。である。ありがとうございます。